はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、やっていきましょう。モンスターハンタークロス大連続狩猟編。砂漠でサバイバルバトル。くっそ、こいつら大っ嫌い、マジで。特に右の二つ。大っ嫌いです。大っ嫌いです。もう、二度と俺は君だと相まみえたくないなって言った記憶があるんです。もう、僕の嫌いなモンスターランキングの2位と3位ですね。ハブルポッカと、なんだっけ、ドスガレオスだっけ。大っ嫌いです、マジで。1位は何なんでしょう、お楽しみに。とりあえずはまあ、ガンガン倒していきましょうか。まあ多分ね、こう移動することになるんで、ちょっとおっちゃんには後で話しかけましょうか。携帯食料食って、行くだけ行きましょう。まずは。あー、いた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 。やっぱここなんだ。なんかなんとなく、わかりやすいよね。ドスイオスだっけ？ドスイオスでしたっけ？合ってましたっけ？あんまりこいつ確か立ち強化するの難しいんだったような気がする。結構変にね、動きやすいから。あ、で、あとあれですよね。電気タイプだっけ？電気タイプ間違ったことは言ってない。割と属性やらで麻痺とか、なんかそんなんよね。ノートしなくていいな。なんか、あんまり、ちょ、待って、もう、大丈夫？え、もう、はぁはぁ言ってるよ。大丈夫？いった、うめぇ。はい。はい。すごい量。これ以上にまだ武器全然強化できるからね。攻撃力ちなみに今、この武器は110ぐらいだと思うんですけど。いけるかな？あいー、これその距離すごい。そこにいろ！マジふざけろ！そう、マジで。飛びすぎー。あー、やばい。やばい。あー、あかん。大丈夫か？弾丸大丈夫か？何に食らった俺今。なんか突っ込んできたよ、ね。対空出したけどダメでした。そんな格ゲーみたいな、そういう感じではない。はい。はい。ため直しね。よしよし。ほんと当たんねえ。やっぱこいつ当たんねえ。はい。ちょっとあれですよね。でもさ、いける。ちょ、追い込んだ。よしよしよし、今のヒルミでかい。はい、完璧しろもう2回ひよったよな、相手は。よし。ボスに XA 同調し使うと正直思わなんだ。あー、やばい！いや、それきつい。あー。どこ行くって、これ5以外ないよね、多分。そういう移動の方法があるの忘れていた。これモーラを。どこ行くのこれ。さ、これさ、俺ここ通れねえの。俺いつも思うんだけど、ここ。無理な。マジ移動だるいんだよな、こっから3に行くの。ほんとだるいよね。どうにかしてほしいんご。はい。で、3。あ、でも、ここは近いね。まだいい方だよね。まだいい方だわ。んで、寝てんの。はい、オッケー。あ、完璧でしょ頭取れた。頭取れましたね。長いまたいろんなものが飛んでる。いろんなものが飛んでいる。この弾丸のよくわからない技。あ、やばい、ました。助けてくれにゃー。痛いにゃー。一回これで。ふっ、ういー。今なんかちょっと、あれなんだけど、中国雑技団みたいな。今台に入った。今弾丸かなんかにしぶき入らなかった。大丈夫？あー、見えない。いってー。このさ、微妙、ちょ、ナイス。久々に当たってるの見た、その技。なんか、めっちゃ散らばってるんだよな、竜の涙らしくも、何がしが。違うのかな、秘密のポーチなのかな、ちょ、見て、助けろ、助けてくれ、ノイズ、しっかりするんや、ナイスにゃ。あっ、意外とダメージ食らってた。ちょっと気づかぬうちに意外とダメージを食らっていた。あ、オッケー。とりあえず一個突破ね。ゲネポス、トスゲネポスね。トスゲネポス。
ドスなんちゃらす多いよね。ちょ、これどうしようかな。なんかどっからタイミングで赤にしたよね。次あれですよね。ドス、ドスガレオスですよね。どうにかしたいな。せっかく溜まってるしもったいないですよね。なんかこの辺に、シカちゃんか。あ、無理？よーし、赤になった、ラッキー。ラッキーラッキー。あー、いた。よし。やるぞ。こいつは俺容赦しねえから、マジで。こいつはマジで容赦しねえから。もうあの時の俺とは違うからな。行くぜ。ドスガレオス。いって。しょっぱなから手穴に歓迎してくれるじゃねえか。ただな、あの時の俺とは違うんだよ。残念ながらな。ナイス効果。もうね、完全に動き読めてるから。はい。はいよ、どうぞ。どうぞ。お前の対策なんかきっちりできてるんだよ。へぇ。はい、スリスリ攻撃。はい、スリスリ攻撃。あ、スリスリ来ない。あ、スリスリ来ない。なんだと？なんだと？攻撃パターン変えてくるのか。まさか。こんなまさかだろ。これが範囲がね、広いんだよね。明らかに尻尾を届いてない高さに当たるからね。それがなかなかうざいとこ。なんか変なの来た。見えない。見えない。何なんかピヨってんだけど。ピヨる何がしあった今の。あ、逃げられた。また潜った。あと爆弾使う？ちょ、ハブルポッカに取っとくのもありかなと。思ってんだけど！すげえ暴れてる。やば。いけー赤になれーおらーあいやかーよし。いいんじゃない？あ、潜って逃げていく。はいはいはい。まさか音爆弾がこんなに当たるとは思わなかっただろう、お前も。俺も思わなかったぜ。たまたま当たったぜ。いい進行方向にあった。はい、スリスリ。はい、スリスリ。あ、スリスリしてこないんだけどな。やめたの、スリスリ攻撃。弱いから。それ、俺に読まれちゃうから。やめたの。どうしよう。ここ。あー、ダメ。あー、ラッキー。当たってないよ。はい、赤継続。どうすんすか？大丈夫すか？ドスガレオちゃん、大丈夫？ドスンガレオスになった。もう一回当てちゃう？調子乗っちゃう？はい。はいはいいやー、ごめんなさいね。だいぶ、あれですね、音爆弾の使い方上手くなってましたね。びっくりした、俺も。こんなに上手く当たるもんだな、とは。うわ、転んでいく。おい、どうした。あの時俺を散々怒りに浸透させた、ドスガレオスちゃんですかね。いやー、もうちょっと消すようですよ。消すようですよ。あ、もうそちら行かれる感じですか。あ、そちら行かれちゃう感じですか。それともまだ戦う感じですか。どうされますねえ、どうされますドスガレオスさん。あー、もう行っちゃう感じですか。あ、じゃあ、私もね、そちらに行かせていただきたいな、というふうに思いますよ。行きます。炎って移動も速くなってるからね、当時に比べてね。研いでもいいか。いや、研がなくてもいいな。全然もう、バンバンいっちょ。あ、耐熱切れた。お。寝てるか？寝てますかね？寝てるとか知ったこっちゃないんですよ。はい、赤継続。しゃあ、もうでも音爆弾もうないからな。もうないからな。もうこっからはあれだからな。ある程度、ドスガレオスさんに勝手に出てきていただくしかない。あ、まだ、ごめん、ちょ、引っかかった。釣られたくま。早く、あ、出てこいで。あ、出てこいで。あ、で、どこ。はい。はい、スリスリーからの、カッコー！本当にダメか。ダメか、行って。もう結構今綺麗に乗ったと思ったんだけどな、なかなか乗るの難しい。また逃げんのか！また逃げんのか！また逃げ始めんのか！
ちょ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 。はい。うえー。弱っ。マジで。おい、これが俺のことを苦しめに苦しめたドスガレオスちゃんだっつんですかね。おやおやおや。情けないですね。いやー楽しい。よし、ということで、ラスト1個がハプルポッカーかな。ハプルポッカーはね、また真面目にやりましょうか。一応ハプルポッカーね、裏で何回か倒してるんですけどね。まあ、なかなかやっぱ強いんで、ハプルポッカー自体はね。頑張っていきましょう。コーナー。これさ、これオートマークなんて出せないんだよね。確か。ダメ？はい。よし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 。ここもちゃんとかわせるようになった。なったなった。成長した、成長した。で、アプルポッカーね、もう出てきてもらわざるを得ないから。やばい。ちょっと待って。あー、やらかした。うっそ。マジで。いや、ちょっと今ね、焦った。黄色のゲージがほぼなかったから、やべえなと思っちゃった。あ、遅いか。遅い。ちょっと、これはハプルポッカー相手にちょっと、しょって、やばい。ミスったのはちょっとあかんかもしれない。いや、でも今、振ってる最中に赤から、黄色から白になった。もうダメだ。もうダメだ。終わった。どこ、これはいける。とりあえず赤まで持っていく。さあ。うわぁ、ちょ待って、弾丸もノイズも死んでる。いつの間に。なんでなんでちょ待って、B が入んない。ここ、あ、違う。ここ。うぅー順応落として、ここ。うぅーもう全然角度ぐっちゃぐちゃね。乗れる、飛べるんですけど、まあまあそんなに体力が減っていなかった。よーし、赤継続していく。いいんじゃない、いいんじゃない、やばそう。あ、ちゃん無理か。あ、さすがに無理か。ちょ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 バッターはい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 。砂漠地帯でやっても意味ないのかな。これあんまりね、あ、治った。やっぱあれなんだな、その、水辺とかで水状態回復するのも回復しにくいとかあるじゃないですか。一緒なんだな。砂漠の中でああいう状態になったら、治りづらいとかあるの。意外、ちょ待って、意外と距離届いてなかった、今。あ、でもいつの間にゲージ溜まってますね。噛み合わねえ。やっぱりハプルポッカ。はい。よしよしよし。なんかなったよ。やばい、その、うっそ、今、ひるんだじゃねえの今の。俺、ひるんだと思ったから、円月切り出したんだけど。マジか。ひるんでなかったか。もうなかなか、よ、間に合うかな間に合わない。微妙。微妙なとこですね。とりあえず飲んどいて。どっか行った？あー、出てくるやつね。はい。ここ飲んで、弾丸にちょっと意識を行かせている間に、うわ、マジホラー映画だよな、本当に。これに関してはね、わかんないんだよな、まだ。そう、あと、あれだよね、爆弾を食わせたい。はい。食いました今。多分食ってないですよね。あ、食ってますね。食ってますね。食っていただきましたね。おーか、よし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 。食ってんのか食ってないのかよくわかんないんだよね、実際。ハプルポッカーに爆弾って。で、めっちゃなんか急に凶暴化した気がする。はい。一回回復しよう。ちゃんと回復しよう。はい。攻撃力高いよね、やっぱハプルポッカー。あー、これは。おー、取らない神。痛い。そのカバルドンやめよう、カバルドン。はい、シュッて、そして、
あ、疲れた。お疲れ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。急に疲れ始めて。あ、さすがに、あ、いや、いける、いけるか、いけるか。さすがにこの猛攻には耐えられない。イエーイ、当てていく。しかし、武器の火力が落ちていく。研いだんですけどね。研いだんですけどね。寝てる間に。音ば、おっと。爆弾使うまでもないか、これ。どっかのタイミングで、どっかのタイミングで解きたいな。あ、ちょ、マスターマスターってなんで、マスターって。ほっ、ほっ、おら、来たー、なりかめーで、ここあるねんだ、ここあるねんだ、ここあるねんだ、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 ちょ、あ、ちょ、いけ、よしよしよしよーい、イェーイ、からの、出して、いきなり、円月切りを、口の中にぶっ込んでいく、ぶっ込んでいく、ふぅーちょ、研ぎたいんだけど。ちょ、おせおせムードすぎて解く暇ないんだけど。はい、赤2連継続。あ、ちょっとそろそろ研ぐ。ちょ、そろそろ研ぐわ。さすがに。砥石がない、砥石が。携帯砥石がなかった。あー、もう、あー、どっか行かせ。どっか行かれるようで。どっか行かれるようで。まあ、どこ行くのか。あ、ちょ、待って。あ、やばい。あ、あれ、まあでもそこ行ったってことは三角形ですよね。ああ、大丈夫、よかった。ついてないかと思った。お気薬グレート準備しといて。グレートじゃないな。回復薬でいいな。行きますか、3番。はい。こっち行って。これ飲んで、肉食わんでいいな。もう一個減ったら肉食うべ。で、この辺に爆弾適当に置いといて、よいしょ、爆弾だけ置いとくだけ置いといて、で、こっちで桜花で、よいしょ、当てて赤にして、こっち向くやん、こっち向けやん、向かん。変に誘導しなくていいな。適当に食うべ、適当にそこら辺歩いてれば食うべ。はい、食って。はい、爆弾あるよ。爆弾あるよ。はい、こっち。あ、それ壊れるかもしれない、爆弾。赤い光線。ちょ、いて。砂まみれ光線意外と強いんだよな、これ。あ、やばい。マジで。届かない？届いてるよ。あ、爆弾が。いやー、やっぱ武器の強さって大事ね。こんなにあっさり倒せるようになっちゃうんだもんね。でかいわ。ある程度立ち回りももしかしたら良くなってるのかもしれないんですけど、なんかそれ以上になんか武器が強い感がありますね。やったー。これ何分？ 20 分張り？お、やるじゃん、23分。やった。強い。頑張ったんじゃないですか。じゃ、ちょっとこの爆弾を爆発させて終わりにしましょうか。ほい。あ、オートバグじゃん、無理。なんなのバグつうか。ペイントボールか。うわぁ、いてはい。しっかり爆弾は回収してね。じゃあ、あと適当に拾って終わりにしましょうか。いやー、いいっすね。やっぱまあ、なんかこういうこう、サクサク倒せる敵サクサク倒しながら実況やるのは楽しいね。でもこれは楽しいね。まあ、やっぱなかなかね、こう、難しい敵に対して、こう立ち回っていきながら実況していくっていうのは結構また難しかったりしますからね。もしかしてさ、あれか？古代林より早かった？もしかしたら古代林の3体より早かったかもしれない。わからないけど。よーし、とりあえず、クエストクリア。イエス。さあ。ということで、うわ、報酬いっぱい。謎の守り2つ、ゲネポス、ドスゲネポス、上流骨。うわ、すげえ。麻痺袋。うわー、いっぱい。これレアアイテムゲットですよ。はい。せーの、トーン。高速設置8。あ、いいじゃないですか。罠系とかにできそう。なんか、うまく。高速設置。捕獲系の時にこれつけていくと、パッパッパーってこう、罠つけられて、パッパッパーっとこう、隙ができないからいいよ、みたいな。そういう感じなのかな。はい。さあ、じゃあ、という感じで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回のパートでお会いしましょう。
バイバーイ。これ久々にやってますね。これね。